はい、リオのマラカナスタジアムに到着しました。もうめちゃめちゃ絡まれたり、あともうすごい雰囲気ですね。なんかコパアメリカだなっていう感じがしてきました。アルゼンチンのサポーター、昨日 の、 あの夜からコパカバーナのビーチでずっとあの歌って踊ってやってたんで、もう今も、はい、あ、ギャル、え、何わかんない。アルゼンチン、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 言わされてます。はい、ジャパン、カポール、コレア、ジャパン、ラバノ、ジャパン、ジャルバ、コレア、ジャパン、パモ、アルゼンチン、アルゼンチン、アルゼンチン、はい、はい、わかこういう人があと数百人います。そういう感じで、まあこれがあの地下鉄からつながってるんですけど、もうすごい人で、みんな歌いたい、ちゃんと歌うみたいな感じですね。ベネズエラのサポーターほぼいない。アルゼンチンと、まあいますけど、フラメンゴとかフルミネスとか、まあ地元の方も見に来てるという感じですね。けどまあ今日はアルゼンチンのホームという感じになるかなと、はい、いうふうに思います。はい、あのマラカナンは地下鉄の駅が併設されてるんですけども、そこからのこの通路、本当色とりどりのユニフォームを着た人がいますし、あとこちらのアルゼンチンのこのバンデイラですね、メッシーとかなんかマラドーナとか、いろんな旗を持った人がいまして、まあ本当アルゼンチンのサポーターがのなんか熱量みたいなやつが伝わってきますし、本当試合が楽しみになってきました。ではスタジアムの中に行きたいと思います。はい、準々決勝アルゼンチン対ベネズエラの試合は2対0でアルゼンチンが勝利を収めました。まあ、試合の方は、まあ、正直決勝トーナメントに入ってこの緊張感のある一戦みたいな感じには、まあ、僕には見えなかったですね。はい、まあ、比較的両チームとちょっと、まあ、雑というか、特にアルゼンチンに関して言うと、中盤の守備ですね、まあ、前線3人、まあ、メッシも残してラウタロと、アグエロが、まあ、あまり戻らないので、中盤の3人がかなり頑張って守備をしてたんですけども、縦パスを入れられてしまった。一方で、まあ、チャンスの数としてはベネズエラは非常に良かったと思うんですけども、最後のクロスとか、シュートとか、まあ、そこはアルゼンチンやらせてなかったっていう見方もあると思うんですけども、決定機があったのにもかかわらず、まあ、無得点で終わってしまった、ところが原因かなというふうに思います。まあ、試合を通じて、まあ、両チームともコンディションが非常に良いというか、まあ、目立った選手はね、何人かいましたけども、全体的な質としては、まあ、少し、落ちるかなっていうような感じの印象は受けました。で、やはり、まあ、収穫というか、アルゼンチンにとっては、ラウタロ・マルティネスの存在非常に大きいかなというふうに思います。まあ、前線で一人で、体を張って、守備もできますし、まあ、収められますし、非常にスピードもあって、前に向くスピードも速い、裏も速いというところで、まあ、彼を第2戦目から使ってうまくいっている。まあ、アルゼンチンはここまで来れているのは、ラウタロ・マルティネスのおかげかなというふうに思いますし、途中でね、変えられてしまったので、まあ、あれという感じだった。たんですけども、拍手と、まあ、ちょっとブーイングみたいなのが混じってて、おそらく、いや、変えんなよっていうような意味なのかなというふうに個人的には捉えました。アルゼンチン、次はブラジルということで、準決勝非常に楽しみなカードとなりました。はい、まあ、我々、サッカーキングチャンネル取材班はですね、ブラジル滞在、まあ、約3週間ほどですね、いましたが、一応これが、コパ旅最後の、取材というふうになります。これから日本へと帰りますので、はい、いつもご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。チャオ。